いや、これ、なんか、そう、ケイタ君の、J3100 試合の試合で、なんか、花束贈呈みたいなのあるじゃないですか。これ僕、なんか、ケイタ君やってって言われて、やることになったんですけど、どうやってボケたろうかなと思って、ずっと考えてたんですよ。でも、なんか、あんまやりすぎると相手のチームにも悪いし、その T シャツで、こう、前には、100試合おめでとうみたいな感じで書いて、で、後ろにも思いっきり名前書いたら思って、これをそのまま書いたんです。ほんなら、これの反響がすごくて、なんかその T シャツを作ってくれみたいな感じになって、で、もう、ほな作るかってなって、今、絶賛手書きで作ってます。手書きで作ってんの？はい。半端ないじゃん。結構大変なんですけど、まあそっちの方が面白いかな。これ手書きなんていうのがちょっと欲しくて。ああ、まあでもそうかもしんないね。なんでそれでちょっと作ってみました。何枚限定とかないの？とりあえずまあ20枚ぐらいでとは思ってるんですけど、スタジアムでもネットでも売りたいなと思ってるんで、まあ倍ぐらいはいるかなと思うんですけど、まあ売れるかどうかはわかんないんで。もう書けるだけ書いて100枚限定とかにしちゃいなよ、もそうですね。もう限定の方う。が多分いいかもしれないんで。追加で書くはい。のめんどくさいじゃん。そう、めんどくさいです。で、いつまでやんだよ、この販売って思うから。区切って100枚とかやった方が。売れ残ったら大丈夫。こっちに宣伝してくれれば。わかりました。お願いします。その時は。全然大丈夫。そう。その時またもう一回出て。もう、そんなもんはもうすぐに出させてください。僕はもう。T シャツのためだけに出て。もうそれのためだけに。ダメだけに会いに行きます、もうそのまま。すごいな、でもね。その T シャツ、面白すぎるよね。ちょっとね、もうただの自己、関係ないですからね、その人は。もう、その人着てるの田村ですでも何でもないから関係ないんです。ねえ、でも一番初めは何？その、ケイタのチャンネルで田村ですって言ったの。ああ、そうです。ほんまに対談されてた時の感じで、もう本当に、最初の挨拶からこうじゃないですか。田村ですじゃないですか。で、それをこうもう普通にみんなに言ってるんで、で、それが圭太君が聞いてたみたいで、その発音を。でもあの人の、感性かなんかで、ね、これいけるぞみたいになって、で、YouTube にちょいちょいこう、小出しにして、で、その試合で、ヒーローインタビューでいきなり田村ですって言ったのが始まりっす。こいつは何を言っとんねんと。最初に自己紹介すなっていう感じになって、で、それで、なんかちょっと盛り上がってってなったんで。だから、そうです。普通にファンサービスとかの田村ですくださいって、その動画を撮ら、動画持ちながら言われるんですよ。で、サインくださいみたいなノリで。で、僕は、ただもう、田村ですって言ったら、わーってなるっていう。めっちゃ美味しいよ。い、名前も言ってるんで、知名度が上がるっていう、ちょっと、あるんで、まあ、それはちょっとありがたいですね。それはほんまに、ケイタ君とか言うから、まあ、YouTube すごいなと思いましたね、本当に。ケータの YouTube がすごいからな。あれ、すごいですね。でも、始められすごいですよね。もうその時点で、木島さんもだって始められて、ちゃんと乗っけてるじゃないですか。何個か動画を。いや、まあ、そうなんだけどさ、なんか、いや、でもやっぱ現役選手は強いよ。ああ、やっぱそうなんですかね。だって現役選手の生活とかって、だって知りたいじゃん。多分、だって、なんか、辞めてからいろいろ聞かれるけど、なんか、あ、こんなのも不思議に思ってんだとかさ、例えば練習2時間しかやらないとかさ、え？みたいな。普通の人は知らないかったりしますもんね、そういうのも。だから、なんか、え？それだけで生活してんの？とかさ。はい。一日何やってんの？みたいな。確かに確かに。他になんか、まあ、普通の一般企業の人とかさ、社長の人とかはさ、はい。他にいっぱいなんかいろいろできるじゃん、みたいな。免許とか取り行けばいいじゃん、みたいな。
はい。いやいやいや、そんな、そんな賢くないんだよと思いながら。おっしゃる通りです。ねえ。はい。そうだよ。サッカーに必死じゃんだって。はい。そう。だから、なんかそういうのとかすげえ聞かれるからさ。そうっすね。YouTube なんか微妙に手出しにくいなと思って、なんかコツコツそういうの動画出すのとか多分無理やろなと思って編集とかもせなあかんし。だから、ケイタくんのとかほんますごいなと思いますね。しかもだってあれ自分でやってるっしょ。全部自分でやってます。ねえ。めっちゃ楽しそうに編集してます、一人で。なんで、撮りだめた動画とかで見て、うん。やつ見てなんか一人でめっちゃケラケラ笑いながら動画ってるっすね、あの人。そう。マジで。でもさ、ねえ、でも、今もう、30ぐらいでしょ？僕、今年28です。28か。はい。まだ、じゃああれか、やめた後どうしようとか不安はないか。いや、でもまあ、もう、そろそろそういうのも考えとかないといけないかなとは思い出してる。何に興味があるとかあんの？まあ、興味があること、まあ、体のこととか、そう、まあ、サッカーのこととかやっぱ興味あるんで、そういうのは、まあ、続けてみたいなとは思うんですけど、子供らですかね、子供らをこう、育成するのはちょっとやってみたいかもしれないですね。あ、じゃあ、指導者行く可能性があるってことね。今の中で。まあ、指導者というか、まあ、子供、ちんちくりなやつ多いじゃないですか、やっぱり。そういう子をちゃんと、こういう時はこうするんだよっていうのを、やっぱ自分もそうやって困ったというか、まあ、そういうので怒られっぱなしの時が大人になってあったんで、うん、やっぱもうユース育ち、僕とかユース育ちでそのまま上がってるから、もう礼儀も何も知らないんで、そういうところはちょっとやってみたいなとは思いますけど。どういう形とかっていうのはまだ全然？そうですね。それははっきりして、うん、なんかぼんやりそういうのを したいなっていうのぐらいです、今は。じゃあちょっと、また、そうだな、なんか、鳥取とか行けて、飲み映像とか撮れたらよろしくお願いします。飲み映像っすか？みんなで飲もうシーズン終わって、ああ、はい。飲みながら、今年一年を振り返る映像をちょっと撮らせてとか。撮れるんやろか、飲みで。いや、まあ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 、どういう風になるかわかんないけど。だからちょっと今後もお願いします。いやいや、もうありがとうございます。はいよ。またなんかあったら。はい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はいよ。また、よろしく。はい